ロレスデイの編集部でございます。今日はですねプロレスデイに最多登場という 2AW 滝沢大志選手、今日はお祝い企画としてですね来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、あのお店の方はこちらですね、東京秋葉原にあるハンバーグの名店牛舎さんです。おはい、じゃあ滝沢選手、今日はですねもうプロレスデイで一番出ていただいた方なんで、はい、今日はご馳走したいと思いますので。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。じゃあ失礼します。失礼します。はい、店長今日はちょっと失礼します。プロレスラーの滝沢大志選手をいらっしゃいませ、はい、お迎えしてあのお祝い企画をしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、おこちらですか。あら、サイン色紙がずらりと、これ誰か見たことのあるようなサインですね。これ多分僕ですね。あ、滝沢選手ですか。はい、ということは来たことがあると。もうあると。あ、プロレスラー界隈では人気のお店なんで、はい、あ、見たことある方もいらっしゃいますね。なんだこいつは、なんだこいつは、浅川選手。はい、じゃあ、滝沢選手、はい、じゃあ、今からですね、注文したいなと思います。店長、はい、あのこちらのおすすめのメニューはどういったものでしょうか。当店では、もうボリューム満点の黒い三連バーグというものをご用意してまして、ぜひそちらがおすすめでございます。こちらになります。あ、こちらですね。はい、大きい。しかも重量1キロ。1キロご用意しております。1キロですけれどもいかがでしょうか。お腹の具合は、まあ、腹8分目ぐらい。お、さすがプロレスラー。せっかくなんで、はい、この黒い三連バーグをプロレスデイからちょっとお祝いとして、はい、プレゼントさせていただこうと思います。ちゃす、はい、私はあの、はい、いつもの200の、はいはい、ペッパーで、はい、はい、かしこまりました。これがねすごく美味しいんですよ。そして滝沢選手はこちら、今からこれをチャレンジしていただきます。店長、じゃあ美味しいのをよろしくお願いいたします。かしこまりました。お願いします。うわ、すごいのが来た。すごい、なんじゃこりゃ。これが噂の1キロの黒い三連バーグ。ありがとうございます。大きいですね。ちなみに店長、この三連バーグっていうのは、はい、確か浅川選手も食べに来られたっていうことで、はい、そうですね、でペロッと食べていかれました。ペロッと完食。はい、あら、滝沢さん負けられない。負けられないですね。絶対に負けられない戦い、はい、ここにある。こちら1キロ、はい、私200、200、この対比を皆さんね、ぜひご覧ください。こんだけ違います。はい、しかも今日はろうそく付きのスペシャルバージョンで誕生日、あのお店の方でご用意いただきましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、消してください。はい、おめでとうございます。はい、プロレスデイ最多出場の滝沢大志選手、どうぞ召し上がってください。いただきます。私もいただきます。これやばいな。これでもすごいでしょ。しかもソースが3種類ねあるということなんで、はい、ぜひ召し上がってください。これどっから食べればいいのかってなりますよね。じゃあいただきます。ペコに置いて、スピードがすごい、あー、いいな。圧倒的迫力ですね。やばい、やがらない。うまい。もうあっという間に残りあと少し。すごいです。ちょっとご飯が余っちゃう。あ、ということはもうどうしましょう。じゃプラスいっちゃいますか。200追加いっちゃいましょう。店長、はい、プラス200お願いできますか。かしこまりました。ご用意いたします。お願いします。いきますね。新食なんですけど、ね、どう？いきますかね。お待たせいたしました。来ました、スイカ。スイカ200g でございます。ありがとうございます。店長、はい、これ錦を取られてスイカでっていうことは初めてでございます。初めて。1.2 キロですよ。ちょうどいいですね。おお、素晴らしい。嘘です。でもやっぱりでも本当に美味しいからこそ食べれるっていう。うん、
感じですよ、ね、それは間違いないですね。1.2 キロはすごいなぁ。ここここ素晴らしい完食はい、見事1キロと200、1.2 キロ完食されました。おめでとうございます。すごい、お腹いっぱいだ。どうですか、振り返ってこの食事メニューは。まあ、ほぼ飲み物だったかな。はあ、武田選手にとってはほぼ飲み物。ハンバーグが飲み物です。ハンバーグが飲み物、でも量的にはすごかったですね。ちょっと見た一瞬見た瞬間はビビっちゃったんですけど、うん、蓋開けてみれば余裕でした。あ、余裕発言、さすがプロレスラー、うん、滝沢大志の底力を見せていただいた気分になりました、うん、はい。今日はですね、本当に我々の気持ちがここに詰まっているということと、またこれからもどんどんプロレスデーに登場していただきたいと思っておりますので、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。